さあ時刻は四時を回りました。六月六日火曜日アジクーターラジオアジラジ生放送の時間です。FM 五座のスタジオからこの後五時五十六分までの生放送お相手は DJ モーリーです。 あの、天気情報なんですけれども、九州がね、えー、今日梅雨入りしたということなんですが、えー、っとね、南部では6日遅く、北部では1日遅くということで、今日からね、えー、梅雨入りという、そういったこう見出しが出てきてますね。まあ、沖縄も、まあ、梅雨に入ってからもう、どれぐらいですかもう、えー、っと、5月の13日が確かね、梅雨入りだったと思いますので、1週間、2週間、3週間、 ああ、もうそうか、もう4日、四週間近く経つのかなっていうところですね。うん、まあ、ただただね、雨がそんなに降ってないという、まあ、毎年恒例の唐津になってる沖縄ですけれどもね。えー、まあ、週末ね、また雨が落ちてくれると、 いいなぁと思いながら思うんですけれども、ただちょっとこう予報を見てみると、え曇りのち晴れマークというところですね。いや、あのー、なんか新聞見ると、年間で2000リットルぐらい沖縄って雨が落ちているんだけれども、えー、ただこう水不足にね、悩まされると。 ま、そのまんまこう海にこう流れちゃうっていうねことがあるらしいですけれどもね。はい。えー、梅雨入りしてるっていう九州もあれば、いつ梅雨明けするのかなとね、ちょっとこう、酸味にしてしまう,う沖縄もね、ありますけれどもね。さあ、6月の6日、今日ですね、高校野球の抽選会が行われているみたいですね。 えー、夏の甲子園出場をかけた第99回全国高校野球選手権沖縄大会の組み合わせ抽選会が、えー、今日の2時から北中城村の中央公民館で行われているということですね、えー。沖縄県勢としては出場63チームの対戦相手が決まっていくということですね。や、楽しみですね。もうこの時期がやってきたかという。ね。 あの、7月の中旬ぐらいに、まあ、47都道府県ね、どこよりも先に沖縄の代表校が決まっていきますけれども、今年はどのチームが、ね、優勝して、えー、甲子園出場を果たしてくれるんでしょうか。非常にこう楽しみですね。 大会は17日午前9時から沖縄セルラースタジアム那覇で開会式を開催していくということですね。7月の16日の決勝戦まで1ヶ月にわたって熱い戦いが繰り広げられていくというところですね。あの最近では本島中部のね、高校とかも活躍の名前というかね、準決勝まで上がってきたり、 あとね、決勝まで上がってきたりとか、いろんなこう話がありますからね、えー、中部の高校もね、もちろん応援していきたいなと思います。さあ、6月6日火曜日、今日はノーアシスタントデーの火曜日なので、DJ モーリー一人で、夕方5時56分まで生放送をお送りしていきたいと思います。まあ、ツイケスもね、ユ、えー、U、ストリーム見ながら、で、また車でラジオ聞いている皆さんもですね、ちょっとね、昇級しがたら番組にメールを送ってみてはいかがでしょうか。 今ね、何してますよとか、今日この後ご飯食べに行きますよとかね、いろんな皆さん予定なども教えてください。一曲お届けした後に今日の番組のテーマも発表していきたいと思います。さあ、番組へのメッセージはこちらまで、761アットマーク、fmcoza.jp761 アットマーク、fmcoza.jp でお待ちしています。今日何がいいかなと考えまして、今日はこの曲にしました。人脳地体操で、空よ。 さあ今日のオープニングの曲は、人農地大造で空よをお送りいたしました。ここからは、お母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディースクリニック、株式会社ティードカンカン不動産、株式会社上心組、以上各社の提供でお送りします。 さあ、6月6日火曜日、アジクーターラジオ。今日も木梨市中央パークアビニュー入り口、FM コザのスタジオから生放送でお送りいたします。お相手は DJ モーリーです。はあ、今日も暑いですね。あの、クーラー、つけてますかね皆さんね。あの、車の中特にですね、いやー、あの、なんだろう、車を止めて、しばらく駐車場に車を止めて、さあ、車でいいと、移動しようと思って、 車開けるじゃないですかあのしばらくなんていうのクーラーオンにしてなかったらこの暑さ、熱気、えー、この車の熱めっちゃ暑いですよね、ムワっ,っていうこの空気がね独特だなと思いますけれども、えー、今日の沖縄地方最高気温が29度、はい、もう少しで30度と。 ま、もしかすると場所によって30度をね、観測したところもあるかもしれませんね。明日以降ね、またこの気温が、えー、30度迎えてきそうだということですね。えっ、ー、と、25度に到達すると夏日、で30度に来ると真夏日、で35度以上猛暑日でしたっけね、確かこうそんな感じで言われてましたけどね。いやー、なんかこの数字を見るとさらにこう暑さが 体感としてっていうかね、あのー、あ、やっぱそれぐらいあるかと再確認するとまたそこからね、汗が出たりとかね、えー、余計に暑く感じたりもしますね。もう夏本番ですね。はい、あのー、くれぐれも、そうですね、寒いところ行ったり、暑いところ行ったり、この辺の差がね、えー、激しくならないように気をつけた方がいいかもしれませんね。はい。一日の中で10度ぐらい、その辺の、まあ、 寒いところか暑いところろろかか暑暑いいいととところこここ冷たの10度ぐらいの範囲で、えー、開きがあるとねちょっとこう風邪をひきやすいとかって聞いたことがありますのでこの辺もねなるだけこう差がないようにやった方がいいのかもしれませんねうーんさあ6月6日火曜日今日は DJ モーリー一人ラジオとなっていますが今日の番組のテーマもありますよと今日の番組のテーマは「これって沖縄だけ?」 はい、こちらでお送りしていきたいなと思います。あのー、言葉一つとってもね、沖縄だけっていうものが本当に数多くあると思うんです。えー、まあ、クーラーで行くと、えー、はい、クーラー逃げるよと、ね、えー、クーラーのこう風が逃げるから早く閉めなさいっていう意味合いだと思いますけれども、そのクーラーが逃げる。で、テレビのね、チャンネル、今はどんなかなだ、反対書いてごらん。 とということでね、えー、はっちゃんとじゅっちゃんの競争みたいな、まあ、世界が一時期ありましてでそれでも反対っていうねチャンネル変えてくれっていうのをもう反対にしてくれって言ったりとかいろいろこの言葉の表現はもうすごい沖縄あるあるでたくさん出てくるだろうなと思いますので、えー、そういったこう言葉だったりとかこれって沖縄だけなのかなっていうはてなからねいやそうみたいですよのものまで。 えー、風習だったりとか、えーまあ、文化。うん、まあ、文化もそっか。まあ、多分ね、扱ってる商品とかも、これはもう沖縄限定らしい。えー、全国にないんだとかね。そういったことでもいいので、えー、これって沖縄だけというテーマでお送りしていきたいなと思います。メッセージ、メールが76、761-fmcoza.jp。761-fmcoza.jp でお待ちしています。 えー、ツイッターでもね、今日のテーマ、えー、テーマ更新したんですけど、沖縄だけというか、本当に仕事しながらラジオが消えるっていう環境も意外と珍しいみたいですね。うん。まあ、その点、沖縄の場合は、まあ、比較的緩く設定されてるっていうかね、まあ、その職場の環境し次第でもあると思いますけど、もう言ったらね、その職場の中で、 えー、まあ変な話、ハッピーアイランド聞いたりとか、ラジオ、キナ聞いたりとかね、RBCI ラジオ聞いたりとか、で、また、コミュニティの放送局をちらっとこう合わせたりとか、そういうあの、時間帯によって、チャンネル、まあダイヤル争いっていうのかな、があったりとか、あるらしいですからね、内地はこんなのないみたいですよ。<laughs> 一応ね、仕事中だからね。うん。なんだけど、沖縄も仕事中なのわかるんだけど、 なんでしょうね。県民性なのかなよくあの、海外とかでは、楽しく仕事をするために、えー、職場の中にね、あのー、まあ、お菓子とか、ガムとか、アメちゃんとか、置いてあったりとか、あとこう、ビリヤードのコーナーがあったり、ダーツのコーナーがあったり、ゲーム機のコーナーがあったりとかで、非常にあのー、楽しみながら、リラックスしてやろうぜっていうね、肩い張らないでとか、そういうこう、ところもありますからね。うーん。 まあ、なので、沖縄、ちょっとその、なんていうのあれも環境、似てるんかなどうでしょうかね許されるっていうかね。うん。まあ、いいも悪いも、これって沖縄だけ。こちらでメッセージをお待ちしています。さあ、時刻は4時15分になりますね。続いてはメッセージのコーナーです。 さあメッセージ、このコーナーは、アイレディースクリニックの提供でお送りいたします。えー、今日の話題はですね、沖縄タイムスの社会面25面の中のこちらの記事ですね。えー、森田東条さん、全国へ。洋菓子技術、えー、洋菓子技術コン沖縄予選。 洋菓子職人がケーキのデコレーション技術を競う全国洋菓子技術コンテスト沖縄予選が4日那覇市内であり中城村のプチスイート勤務の森田昌馬さんと宜野湾市のパティスリー・アッシュ・ユージに勤めている東条スペンサーさんが沖縄代表に選ばれたそうです予選は県内の洋菓子店などから5人が出場 2時間半の制限時間内でチョコや飴などでデコレーションし、色使いやアイディア、芸術性などを競いました。森田さんの作品のテーマはかくれんぼ。3匹のカエルがユーモアーいっぱいにハスの花から顔を出しています。初めての参加で制限時間ギリギリに完成させた。カエルの配置が難しかった。全国大会でも上位を狙う。と喜んでいたそうです。東条さんの作品は、 カメレオン、色使いや生き物の表情にこだわった、全国大会で優勝を狙いたいと気合を入れました。県洋菓子協会の、えー、変な会長は、会員も200人を超え、県内の技術もレベルアップしている、県代表に選ばれた二人は全国大会に向けてさらに力をつけて頑張ってほしいとエールを送りました。はい、ということで、えー、洋食、まあ、洋菓子職人が ケーキのデコレーション技術を競う全国洋菓子技術コンテストが開催されて、その中から中久村のプチスイート勤務の森田昌馬さん27歳と、ギノアン市のパティスリー・アッシュユージに勤めている東条スペンサーさんの28歳、お二人が沖縄代表に選ばれたということですね。あのー、写真があるんですけれども、 とてもケーキとは思えないなんか飴細工っていうんですかねかわいらしいちょっとアニメにも近いような、えー、色使いですねこれね、まあ、あのここ最近この洋菓子の部門でねあのスイーツの部門とかで、えー、沖縄のそのケーキ屋さんに、えー、仕事をされている方々が表彰されてで表彰されたそのね入賞とか優秀賞をきっかけに、まあ、それをね、あのーまあ、土産というかにして まあこういった新聞で取り扱われて、さらにね、いろんな人にこう情報を、えー、発信するという、そういったこうこ,こ数年ね、非常に多くなっているんじゃないかなと思いますね、えー。この森田さん、東条さんも全国大会へというところなので、また一つね、えー、大きな成果を上げて帰ってきていただきたいなと思います。今日の沖縄タイムスの社会面の中から紹介いたしました。メッセージこのコーナーは、アイレディースクーニックの提供でお送りしました。 さあアジクルタラジオ今日の番組のテーマ「これって沖縄だけ」はいこちらでやっておりますがまああのー、FM コザはね、えー、インターネット配信ユーストリームツイキャスというのも使いながら、えー、うちなんちゅの皆さんもしっかり、えー、県外海外とねネットがつながるところであれば誰にでもこう発信することができているんですけど、まあ、そういう意味で、えー、今日のテーマっていうのはね意外とうちなんちゅなんだけど知らなかったこと で内地の方なんだけど知らなかったこととかがねお互い共通項で何て言うんですかね認識できるっていう,うちょっと面白い面白いっていうかまあベタでありますけどちょっと発見のできるテーマなのかなと思ったりもしますね。い、あのーまあ、えば電波だけでね、えー、コミュニティの電波だけだともう限られちゃう。 ですけどそのネットだとねその内地の方も聞いてるので、えー、内地の人から見た沖縄ってっていうねそういったリアルな声が意外と聞けるんかなとも思いますのでこの辺もね今日は楽しみにしたいなと思います、えー、大塚賢治さん集合時間に家を出るイメージですうちなタイムっていうねああ、一応さ それはよ、あの、当たってる人もいれば、品々大げさんにっていう人もいるんですけど、逆に、5分前とかに到着してたら、なんか、びっくりされるのはある。<laughs> なんでかみたいな。<laughs> 感じが遅れるとか、普通にある。はい。えー、一番乗り、苦手とかね。<laughs> 一番乗りが苦手なのかな飲み会とか。どんなかな えー、あと、車で15分以上は遠い、という。うん、これ当たってるね。<laughs> 車で5分、10分かな ?10 分までが一応、まあ、ああ、の辺か、みたいな。ね。あの、パークアビニュー起点に行くと、そうだな、えー、合わせのビジュールぐらい。あ、違うな。高原十字路だな。10分できるところって言ったら。ぐらいかなうん。 またパークアビニューから、ライカムまで15分かかる時もあるかな。まあ、交通量次第ですね。まあ、10分いけるかなぐらいかな。うん。それ以上になると、ちょっとやっぱ遠いなってイメージありますね。なるほどね。あと、クーラーが逃げる。初めて聞きました。はい。まあ、あのー、若い人はね、平成の方はわかりませんけど、 もう間違いなくじいちゃんばあちゃん世代はクーラー逃げるよっていうことを言いますね。言われましたしね、よくね。うん。あと、サボさん。前材が冷たい。はい。ねえ、もう普通に冷たい前材で商売されてるところもたくさんありますからね。もうこれが通例だと逆に思ってたけど、内地の人の声を聞いて、あ、そうなのあったかいんですか普通はみたいな。そういうイメージもありますもんね。 だこれ考えたら沖縄のこのチャンプルー文化っていうんですかねいろんなものをこう取り入れてでそこにオリジナルを加えて、ね、さらにこう新しいものを生み出すっていうこの文化はもう最強だと思いますね、えー、今日の番組のテーマ「これって沖縄だけ?」というテーマでお送りしています友文、えー、さんから頂きました「お一人様 DJ モーリーこんにちは沖縄だけ?」 えー、勝手なイメージだけどさ大型スーパーでわらバーターが島ぞおり率高い内いちゃ分からんけど沖縄あるあるかもあと夜でも C ランチが食堂で食べられるこれは沖縄だけだぜ、ね、一応ねランチって書いてあるのにね <laughs> ねランチメニュー下げてるんだけどあの B ランチできるみたいな <laughs> そういうのあったりしますからねあ沖縄の島ぞおり ま、これ言ったら内地のビーチサンダルみたいな感じですよね。内地のスーパーとかで、じゃあビーチサンダルで、どんなかなこれね。確かにでも島造り率は高いよね。うーん。島造り率は高いけど、ビーチサンダル率はどんなかなこれちょっとわかりませんね、ここはね。さらにトマブンさんから、 車で15分は遠いっしょ交通渋滞も2キロで2リルはいねあのー、内地のニュースなんかで、えー、お盆とか正月のね帰省ラッシュとかで、えー、渋滞3 0キロとか渋滞4 0キロとかっていう表記はもう考えられないねこのうちなんち並ばないうちなんちからするとこの数字はもうもうそんな並ぶぐらいだったらっていう感覚になるかもね絶対 無理だな本当にあのー、南城市在住なんですけどハエバルインターからこの沖縄の、えー、沖縄南まで、えー、高速で利用することがあるんですけどたまにですねハエバルインターから西原ジャンクションの辺りでもう左側の車線もう超渋滞のところとかあるんですよ。 まあもちろんこうね、あの西原に限らず沖縄南北もねそうですけども巨大インターとかもねあれはもうにりてしょうがないですよねやっぱりうちなんちはあれだな並びたくないね並びたくないねっていうか並ぶのにあんま慣れてないと言いたいんだけど最近はおいしいラーメン屋さんとかおいしいごはん屋さんができたおかげか並ばなかったうちなんちも並ぶようになってきたからね これは最近は、えー。ベルプラマスクさんからも。どうもベルプラマスクです、えー。仕事しながらラジオは沖縄だけだろうね、えー。でもさ、ラジオあった方がいいよ。空気が和みますよ。えー、仕事以外の話も交えながら空気を柔らかくして後輩やパートからも意見が言いやすくしています。おー。やっぱり音ってそういう効果ありますよね。 なんだろう、このシーンとしてる中でコツコツね、あの、なんだろう、仕事する音っていうのもいいんですけど、集中できて。ただこうなんか、ユンタクしたら4、5になっちゃうし。でも、4、5を過ぎるとね、本当はもうコミュニケーションとして取りたいんだけどとか、なんかいろんなあるんですけど、BGM があるのとないのとではちょっと大きいよね、これね。えアジクータタイムは、 やや休みながらこの時間ないときついなあ。あ、この夕方4時から6時ってことですね。えー、体力がきつくて動きにくかったらマイケルとか聞きながらやります。おおやっぱりなあ。ラジオは必要だな。うん。いやもう変な話。ラジオじゃなくても、テレビ見てなくてもなんか音って必要よね。仕事してるときね。どんなだろうね。職種によってもだと思いますけど。 うん、まあそれで作業効率が上がったりとか職場のね雰囲気が良くなるんだったらもう音楽とかねこの音ってめっちゃ大事ですよねえー、さあ今日の番組のテーマこれって沖縄だけというテーマでお送りしていますラジオネームこれはともぶんさんからのリクエストですね「島ん中の宝」ということでビギンの曲をリクエストしていただきましたえー なんですけれども普通ねビギンの曲をパパーンと流しそうじゃないですか今僕の目に見えるこのスーパーコンピューターが弾き出した、えー、アーティストはですね一茶なんですよ。島袋ひろ子も一応はパッてノミネートされていますけれどもちょっと一茶バージョン流しましょうかね。はいえー、1曲時間ままででお送りします ラジオネームともぶんさん、いっさと事前の説明がなかったら、また、やたやが事件だったやということで、はい。えー、普通はね、普通はねというか、リクエスト自体はビギンのシマンチゅぬだったんですけど、えー、まあ、スーパーコンピューターがね、 あのすごい知能を持ってるおかげなのか空気読んだのか分かりませんけども一茶と島袋ひろこしか弾き出さないっていう展開になって「どれにしようかな」で一茶になったっていうね。<laughs> <laughs> っていうくだりの話をツイキャスでもやっていると,とーテントーさんから「新感覚リクエスト番組ターヤがークイズにしたらいいさ」ということで、うん。はい これね、ちょっとね、来月か、まあ、もしくはちょっと早くてね、来週ぐらいから、えー、やたやがっていうコーナーを作りましょうね。あのー、曲を流します。バーンってね、えぇ、ー、島中だからバーンってこう流すんですけど、その後に、曲終わった後に、一応曲紹介をちゃんとしますよと。ね、えー、なので、イントロ、イントロというか、クイズ、まあ、クイズでもな、 まあクイズでいいのか、まあ、コーナーをねちょっとやってみようかなと思いますのでねこれもディスナーさんが生んだコーナーってことでしょうね <laughs> まあ発端は違うんですけどねことの発端は僕なんですけどもえーまあ「やたやが」っていうねコーナーをちょっと作ってみたいなと思いますのでこうご期待はいえー、ベルプラマスクさん、えー、今日のテーマこれって沖縄だけかなっていうことでえー、甲子園は 県民全員で応援。えー、お店にお客さんが来ない。終わったら、雪崩のように来る。ちょっとずらしてくれ。はい。やっぱりね、高校野球はね、だってさ、あのー、九州大会とかでも、僕はですよ、僕はもうめっちゃテンション上がるんですよ。他校の、うちなんちが他校、まあ、 パフ県のね、高校と試合やって、勝った、負けた、ね、えー、ホームラン打ったとか、なんかそういう記事を見るだけでも、僕はもうテンションが上がるタイプなんですけど、まあでも、沖縄もね、あのー、そうなんですよ、一勝すると、次のまた楽しみがあるから、夏がね、ずっと続いていくようなイメージがあるんですけど、ただこう、一回戦とか負けちゃうと、うわあもう夏終わったな、みたいなね、なんかこう、 沖縄県民の勝利イコール夏が長かったり短かったりねそういう感覚ってありますよねやっぱりねうん、えー、高校野球の抽選会も今日行われているというところでございます来週の17日に開幕ということですね、えー、開会式が行われて、えー、約1ヶ月間熱戦が繰り広げられていくということですね さあ、今日の番組のテーマ、これって沖縄だけということなんですが、いろいろこう調べてみると、言葉がですね、やっぱり、内地では通用しないものがありますね。あと、あとというか、えー、いっぱいあるんですけど、ピンクい、ピンク色をしている。っていう表現の時に、ピンクいねっていう。<laughs> お、はい、ピンクイ T シャツ上等だねっていう、そういうふうにピンクの後に E をつけるっていうねいや。これも大きなだけなんじゃないかと。で、あと、えー、いっぱいしてるね、このお店っていう、たくさんっていう言葉をあんまりこう使わない。混雑してる時とかね、人が多い時に、いっぱい来てるねとか、いっぱいしてるとかっていう表現によく置き換えるっていう、うちなんちゅ えー、ここの蕎麦屋さんいっぱいしてるねっていうね、いっぱいをい,いっぱい使うか。<laughs> あと、インチキ。はい。これは内地では使わないみたいですよ。インチキ、ハンチキ。よくね、沖縄ってこう、二つ、あ、一つか、後にくっつけたりとかしますけども、ユンタク、ハンタクとかね、そういう感じでインチキ、ハンチキのインチキ。まあ、いえば、不公平。 ずるいとかっていう表現だと思いますけれども、えー、インチキーっていうのは、まあ、沖縄だけなんじゃないかと。内地では使ってないんじゃないのということらしいですね。えー、あと、水曜日限定で僕もね、あの、番組の最後ぐらいに使う言葉があります。死なす。<laughs> えー、殺すわけじゃなく、殴るぞというね、えー、意味合いで使われるんだけれども、まあ、ただちょっとこう、笑いがら言ときもありますからね。 あのー、怖いイメージではなくて、いやしろんすよ、みたいな。なんかちょっと、なんて言うんでしょうかね。あのー、もう、みたいな感じの時に使うんかなって思いますけどね。あとね、チリはい。え代償問わず、ゴミのことをチリと表現としますと。はい。えー、ち箱に入れて、とかね。えー、チリ ちり紙。ちり紙。ちり紙。内地の場合は、このゴミっていう言葉が来るんだけれども、うちなんちはもうそれをちりっていうふうにね、言っちゃうっていうことですけどね。あとはね、ああ、よく使う言葉の一つか、これも。おい、これ上等だね。っていうね。あの、いいねっていう、今で言ういいねか。 ね、上等はいえー、まあカタカナ表記の上等もあるし上に等しいっていうね上等っていうのもありますし、まあ、これで十分よっていう時もあるしいいねっていう時もあるしなんか用途に合わせてやっぱりあれだね同じ言葉でもまあイントネーションが違かったりとかその辺の違いはありますけれども 言ってるね、何やかんや言ってね。おお、上等いいんじゃないいい感じみたいな。昨日もいい感じ言いましたけど。えー、これも沖縄だけですよね。やっぱりね。内地で上等ってあんまり聞いたことがない。<laughs> 喧嘩上等くらいで。他に、ね、使い道っても沖縄だけじゃないですか、これ。えー、あー、これも聞いたことがあるな、ベルプラさん。 星座のことをひざまずきっていうのは沖縄だけだよねということで。いや、これね、そうだと聞きました。はい。えー、いいはずよとか、だからよ、もだね。はい。いいはずよ。<laughs> 安心もおかって、いいはずよ。いいはずよ。<laughs> これ考えたらちょ、受けるね、ないちないとかまず使わないじゃないですか。いいはずよってね。 なんか、ちょっと、ンチするような言い方って次第じゃないですか。ああ、たくさんあるな。たくさん生まれるな。はあ。えー。テント頑張ろうかいさん。方言で言うと、死に、もうよく聞くよねー。ということで。ああ、死にたい。とか、死にうむさかったとかね。なんかこう、使い方としては、 めっちゃ対極にある言葉なんだけど、だけど死にっていう言葉が前にあるとかね。そういうのもよくありますね。うん。死に美味しいとかね。死に美味しくないとかっていう言い方にしたりとか。えー、サボさん、混んでたら満でるっていう。い <laughs> やいやいや、これはもう、ね、方言というか、ね、まどーんとかってことでしょうね。これはもう沖縄これはもう沖縄だけですよ。 <laughs> 混んでいたら混んでるっていう。えー、大塚健治さん。上等。皆さんよく言われてますね。だから用の使い方が違う感じですね。あー。<laughs> 今日もある番組でこのだから用が結構ね、えー、クローズアップされてましたね。えー、帰りましょうね。 は、まあ、一緒に帰るのかと思いました。これ、もう、うちなんちゅうあるある、うちなんちゅうが内地に行ったあるあるみたいですね。こう、まあ、うちの兄ちゃんが内地で今看護師をやってるんですけど、あの、まあ、20代の時に看護師やってたんですけど、その時に、こう、なんか仲間うちで、青空でなのかな公園とかそういうところで、まあ、飲んでたらしい、なんかこう、まあ、親睦会的な、 感じで,であちょっと明日も早晩だなっていう心の中で思ってて「すいませんさっき帰りましょうね」って言ったら「えっ?」っていうなんかこう今まで盛り上がった空気がピタッとこう病んで「どうしたん?」みたいなまあ大阪だったんですけどね、えー、言われたりとかまああとなんかこう寮に住んでてでまあたまたまこう同僚のまあ女の子のね同僚のそのお部屋にいてで ちょっとお風呂っていきましょうねって言ったら、なんかもうめっちゃこう軽蔑された目で見られたりとか、なんかそういうのあったみたいですね。やっぱこう、〇〇しましょうねイコールトゥゲザーって捉えられるっていうかね。まあ、このやっぱりしましょうねとかっていうのは沖縄の独特のこう柔らかい言い方というかね、言い回しというか。そろそろ帰りましょうねっていうね。 あどうしてもやっぱりこう、内地の人からすると、それをトゥゲザーとして取ってしまうっていうね、ところらしいですね。えー、帰りましょうか、とか、そういうニュアンスに聞こえるんかなもしかするとね。えー、ラジオネーム行天さん。モーリーさん、リスナーの皆さんお疲れ様です。沖縄だけじゃないですかね。ヌーだけで口喧嘩が成立するのは。ああ確かにね。 ぬー、ぬー、ぬー、ぬー。<laughs> なりますね。このぬーの言い方で腹立ってさらにそれを上回ろうとしますからね。ぬーがぬーんちーまで出ますからね。ぬ <laughs> ーぬーぬー,ーからのたまーに、おるばっていうのが自分たち世代の口喧嘩のパターンでしたよ。<laughs> あと、むちゃむちゃも沖縄だけですよね。本土では何て言うんですかね。はい。あの、むっちゃかっちゃするとかって言いますよね。むちゃむちゃするむちゃむちゃアスは標準語で直せんけど、くっつく、くっつく、くっつく。むちゃむちゃする通用しなかったら大変だな、これ。ね、むちゃ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 ですからね。 えー、このオールバー。まあ、喧嘩しようとしてるのかお前は。俺に喧嘩打ってんのかみたいなね。僕らの時は、大意味さーかって言ってましたね。<laughs> まあ、大意味っていうね。喧嘩するわーみたいなね。そういう感じですけども。いや、小学校の時、こういう言葉、めっちゃ飛び交ってたね。なんかね。ぬーん、ぬ、ね、ー <laughs> オーリンバイ、オーランバイみたいなね。もうなんかもうどこまでが立ってるのかわからない世界になってましたね。えー、ベルプラマスクさん。人を呼ぶのは名前が多いですね。あー確かにね。名字はあんまり言ってないね。なんかね。内地では名前でいきなり読んだら失礼になりますよね。ということで。あー確かに。うん。 名前で呼ぶのもなんかこう、お酒を何回か組み交わしてて、お互いをね、ちょっと知ってから、なんとかちゃんみたいなね、ひとみちゃんとかなんか、あやのちゃんとかなんか、そういうちゃん付けをつけるイメージがあるけど、沖縄の場合は、伸ばすからね、やっぱりね、あやのとかね、えぇ、しのとかなんかそういう伸ばすから、逆に伸ばさないのは言わないから、しのっては呼ばないよね、多分ね。 綾やとかもあんまり呼ばない。綾やとかね。なんかこう伸ばすからなんか、まあいい、うん、まあいいんでしょうか。これもね。うん。まあ沖縄ならではでしょうね。沖縄の人はやっぱり、ノーリーまあ僕もモーリーとかね、ミーキーとかね、アーズーとか。必ずこう伸ばしますからね。それがなんかこう親しみが湧いて。 ね、言われた人も、あのー、そう、伸ば、伸ばしてくれると、そんなにね、嫌じゃないのかなと思ったりもしますけどね、どうでしょうね、これね。はい、今日の番組のテーマ、これって沖縄だけというテーマでお送りしています。皆さんからのメッセージは76、761アットマーク、fm コザ .jp、761アットマーク、fm コザ .jp でお待ちしています。

さあ、時刻は4時51分です。六、えー、6月6日火曜日、アジクーターラジオ。今日の番組のテーマは、これって沖縄だけというテーマでお送りしております。えー、ジャビオさん、ユタの存在、結構多い。<laughs> 一応ね、医者半分、ユタ半分っていう言葉がもうまかり通ってるからね、もうね、普通にインストールされてるからね。確かになぁ。 まあ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 。それはあるな。うん。えー、人を呼ぶときに、<laughs> <laughs> って、鳴らす。はい。下を鳴らすっていうね。はい。えー、<laughs> 内地の人は、やらないはずね。やる場面がないはずね。多分ね。一応、できるっちゃできるはずなんですけど、 沖縄の人ほど慣れてないはずね。もしかすると、ちょっとしたね、痙攣を起こす可能性もありますね、これね。だって、鳴らす場面がないから。沖縄だったら誰か呼ぶときにね。<laughs> 振り向くからな、これで、ね。感じね。ウケるよね、これね。誰がこれやり出しっぺなんかな、これ。えントウさん。 披露宴も独特な感じがする、えー、ご祝儀の相場なんかもねということでうん,うん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 確かにこれあるかもあの披露宴では、まあ、沖縄の場合だとえっと比関に近いのは、えー、新郎新婦のご家族じゃないですかご家族でまた親戚とかねで職場の方で舞台により近いのが友人とか。 友達とかね。なんですけど内地の場合逆ですよねこれね。だからこれはちょっとびっくりしたんですよね。とかあとね披露宴で行くとその受付もこのうちなんちの場合って、えー、身内がやってたりとかするじゃないですか。まあ兄弟がねいたりとかまあおばさんとか。 内地はななんんかそうじゃいいって聞いたんですよね友達がやってたんだったからその辺ちょっとね沖縄のやっぱり披露宴のあり方と内地のやっぱりあり方って全然違うみたいですねえいろいろあるな確かに祝儀ももう沖縄の場合も1万円がたいもう通例というかねうーんあのー、また血縁がちょっとね 濃くなっていくとというか近くなってくるとまあそれに合わせた金額ねなっていきますけれどもただこう沖縄の場合はもう大体もう1万円っていうねでも内地の場合は名古屋がいくらだったかなでも沖縄よりもだいぶ高かったと思いますよね3万とか5万とかねうーんだこの辺やっぱりえー、披露宴取ってみても違いますよねうん えこれかな天童さん友達がやるねということであ披露宴のあれかあの受付かあこれはちょっとね考えられないかも沖縄からするとうんえー、ジャビオさんいじめられっ子だった人ほど舌でで鳴らされたら振り向く <laughs> どんなかなか僕もまあまあこれに反応するタイプなんですよ。っていうのもあのバス停高原十字路からねバス乗って31番で小屋に到着します、えー、その当時をねあの歩道橋があったんで歩道橋に乗った瞬間ってこうやられると、えー、中学生がいてヤンキーがいて、えー、背びられるっていう,もうパターンでもうイコールこう背びられるっていうイメージですから。 まあ、それもみちっいじめだな。背びりもいじめやすさ。やすさ。<laughs> はい。えー、いろいろありますけれども。トマブンさん。名字のあだ名で言ったら、山田はやんだ。松田はまんだ。日川は比我。やらはやら。<laughs> やらになりがち。<laughs> いいーそうかもね。二文字は意外と、そうだね。僕も義母なんですけど、義母って伸ばされますからね。日が、あーはい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 。えー、くは久保、島田は島田でしょということで。<laughs> ですね。はい。島田に関しては、これ100%に近いかも。本当に。島田 先輩にいましたけどね。えー、MJ さん。はい、さい DJ モーリー MJ です。自分、本土で暮らしたことがないからよくわからないんだけど、東京旅行行ってちょっとびっくりしたのはさ、皆さん、きれいに並んで待っている。いろんなところで行列見たけど、えー、道路でも他の通行人に邪魔にならないように並んでるし、コンビニとかでもレジが2つあってもさ、1列に並んで 会いたれじに次の人が行く礼儀の良さ沖縄ではあまりないよね。沖縄の人って人待たすのは全然平気だけど自分が待つのはものすごく嫌がるよね。あれ愚痴ってるはい。いやでもこれ当たってると思いますよ。まあ沖縄の人っていうか、待たすのが平気な人ほど待つのは嫌なんですよ、多分。待つのが嫌な人ほど平気で待たすっていうのは当たってると思う、僕は。うん。 何なんでしょうの、ね、これね。あーだからあれなんですよ、やっぱり鏡なんですよね。やられて嫌なことは、嫌って思うってことは自分をやってるっていう、そういうことなんじゃないのかなと思いますけどね。あー行列の並び方の違いか。あ、確かにこの辺ね、めっちゃこう、列を作っていそうなイメージはありますね。うん。 はい。さあ、今日の番組のテーマは、これって沖縄だけ。こちらでメッセージをお待ちしています。まあ、内地と本土の違い。本土とね、内地の、えー、良さ。またはこう、欠点とかね。そういったのも含めて、そうなんじゃないかなっていう、まあ、50-50でいいですからね。えー、まあ、必ずしも、こうだよね、ではなくて。はい。こんななんじゃないのっていう、それぐらいでいいので。 メッセージをお待ちしています。メールは 761-fmcoza.jp761-fmcoza.jp でお待ちしています。アジクーターラジオ4時台この放送はお母さんの幸せ、それは家族の幸せアイレディースクリニック株式会社ティーダカンカン不動産株式会社常心組以上各社の提供でお送りしました。 Ladies and gentlemen, time now to take a big bite of Ajikuta Radio on FM 76.1. Come up next, さあ、5時になりました。6月6日火曜日のアジクーターラジオ。今日の番組のテーマは、これって沖縄だけこちらでメッセージをお待ちしています。えー、いろいろ出てきますね、本当に。うん。あのー、電話とかでも面白いですよね。よく僕も、あの、小さい頃かな。おばさんの真似をしていたんですけど、おばさんがですね、しょっちゅうあのー、おうちの、えー、電話を使って、 まあその当時のね、えー、彼氏さんなのかな。まあ僕、幼稚園生ぐらいだったんですけど、そのおばちゃん、おばさんがこの、まあ男性にこう電話をかけてて、で、それでちょっとこう、何してんのかなってぼーっと見てて、気がついたら、モバおばさんの真似をしてたんですけど、僕ら沖縄もあるあるですけどね、うんとさん、ふん、あのさん、ふん、ふん、ふんってばーみたいなね。 <laughs> ふん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 言ってるっていう。この、これ何て言うんでしょうね。愛の手なんて言うのこれ。うんと3分、あの3分。えっとね、とかっていう表現だと思いますけど、これ今でもあるなと思ってね。で、これ、あの、那覇の人で聞いたんですよ。那覇の人も、うんと3分、あの3分とかって言うんですかって聞いたら、いや、言わない <laughs>。って言ってて、多分、 中北部だよよって言われたんですよね、あのー、南部の人はこの何て言うんですかねうんと3分の3分とかっていうのを言わないとどうやら中部含み、えー、北部あたりの人が使ってるんじゃないかという、えー、話になっておりますけどね、えー、南部の皆さんいかがでしょうかまた中部の皆さんはいいいい使ってないよっていう人もいるかもしれませんからねはいこの辺もやっぱり 電話一つにとっても、やっぱりもうない、まあ本土とか、全然なんか違うよねって思いましたね。えー、沖縄だけ、こちらでメッセージをお待ちしています。メールは76、761-at-mark-fm-coza.jp、761-at-mark-fm-coza.jp でお待ちしています。えー、ジャビオさん、着る服が小さいと狭いって言う。 はい。言いますね、これね。うん。でも、内地では、そうは言わないんだ。<laughs> じゃあ、なんて言うんかなこれね。あれだね。まるうちなんちゅうが、純うちなんちゅうが、内地っ,て言ったら困るね。狭いって言えないって大変だよ。きちまいとか絶対言えないからね。えー。 車を歩かすって言うんだっけということであうそ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 う,そうなんですよこれ車歩かしてっていうのよく言いますね僕もなんかよく言ってよく言っているっていうかうんなんかこのフレーズ使ってるねなんやかんやいってじゃあ秒さん暴風警報が朝7時に解除されると残念がる <laughs> いやもう台風がねやっぱりもう沖縄ってもうこれから えー、7月にかけてかねもう多くありますからその辺もやっぱり仕事が休みなのかどうかバスが走るのかどうかこれでもう一日が変わりますからねテンションがもう維持が大変本当に残念があるよね <laughs> 台風って言ってるのにね居酒屋に飲みに行くっていうもう考えられないっていう人もいるでしょうねやっぱりねえー、軍団さん 洋服、ズボン、靴、すべて履くっていう。ああ、これよ。これよ、これよ、これ。これそうなんですよ。あのー、こう、訂正されないと意外と気がつかないことかもしれませんよ。あのー、上着はね、着る。ね、帽子は被る。で、ズボンは履く。靴下も履く。えー、靴も履く。OK なんだけど、 えー、上着も履くって言っちゃうっていうね。意外といると思います。僕も一時期それをごっちゃになって使ってたと思いますね。うん、言うなこれ。えー、いろいろ出てきますね。こちら行きましょう。ともぶんさん。うんと3分。えー、時代だはずよ。差し木のしんちゃんこと、津波しんいちさんもよく使うし。 時代 <laughs> 時代かじゃあザ・昭和の人は当てはまるってことでいいのかなこれねどうでしょうねこれねハイゼットさんハイゼモーリーさんハイゼットですこれって沖縄だけ沖縄のワラバーター限定やしがワラバーターが話する時にあの3分うんと3分って言うやつあさっき話していたやつね えー、ふんってなんだろうねえー、自分も小さい時やってたはず。うり、5時半の保育所のコーナーでもさ、えー、休日の話するわらばも、ふん,ふん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 言ってたさね。あれ不思議よね。小学校高学年ぐらいから、さすがになくなるけど、えー、どれぐらいまで言うのかねああじゃああれだ。時代でもないんだじゃあこれ。そっか。 か。保育園のね、子供たちのインタビューの中で、えっと、サーフン、あのサーフン、昨日さ、ライカムに行ってからサーフンって言いますもんね。なるほど。はあ、じゃあ時代ではないのか。えー、これはちょっと有力なご意見でしょうね。えー、MJ さん、ヤンキーがベロ使った人。 あ、ベロ使ってから人呼ぶやり方本土でもあるっぽいよ前にトンネルズの高さんがやっていた。<laughs> これはちょっと発見だね。内地でか。なん、なんていうのあの、例えばですよ、渋谷とか、なんていうのああいう人がワンサカ行ったらもう混でる、人が混んでるところで、とかやるわけ <laughs> あんまり風景が合わないんですけど。 沖縄のちょっと数字っていうかさ、なんか人気の少ないところとか、ね、えー、露地とかで、とかだったらわかるんですけど、あんな栄えてるところでね、そんな、あれやっても聞くんかななんかイメージないですね、これね。えー、昼間の奥さん、だるよねー、ということで。<laughs> アジクーターの皆さん、ハイタイ、昼間の奥さんよ。クーラーが効かない時間帯ですね。あー、ちょっと暑い時間帯かな。発泡スティロールに水を入れて、葉さ菜を立てて,立てています。ウンチェーバーカラシナ、シェロナあります。そして今日のテーマ、これ沖縄だけ。星、えー、座はひざまずきのこと。でも、先生も使う。お盆の頃は海に入らない。車を歩かすっていう。布団巻きって皮膚病はない。 熱発じゃなくて、発熱です <laughs>、えー。四方海なのに泳げない。四方海なのに魚料理食べない。えー、仏壇ごとが中国とか台湾と同じ。えーま、何歳数え何歳聞かれるけど若い頃から戸惑う。あー、ありますね。これありますね。これありますよね。 えー、万は38、数えは、えー、39とか、なんかそういうことですよね、言ったらね。確かになーこのじいちゃんばあちゃんと、ね、ユンタクするときに、数えはさ、87であるわけよ。うん、うさぎ年やんて、みたいな。なんかそういう話になるじゃないですか。そうそう、数えで言われると、ちょっとこう、頭の中で、 うんってこうなんか、確かに考えますね。ああ。そうね。仏壇ごとも中国とか台湾と同じ。うん。えー、魚、魚料理食べない。確かにね。大人だったら、なんていうの居酒屋とかさ、そういうこう飲みの席で刺身食べたりとかね、しますけど。 そんなにこう小さい頃ってなんかもう魚、うん、もう我が家に限ってはもう鯖の味噌煮しか出てこなかったから、その魚は。あと煮干しとか、煮干しの天ぷらとか。なので、もう魚イコールもう鯖の味噌煮。あと煮干し、サンマたまにかなぐらいですからね。 ねえ、もう沖縄って本当に海に囲まれてはいるんですけど、なかなか魚を食べてないっていうね。そういうのありますね。えぇ、ー。ともぶんさん。内地の人が言ってたけど、コンビニの駐車場、うちなんちは頭から止めるけどさ、内茶はバックで入れ,入れるらしいよ。ああ、駐車場の止め方か。あは。 うーん、なるほど、なるほど。あ、でも沖縄も最近はバックで止めてる人なんか多いイメージありますけどね。ああ、泣いてた、今もしかして。めっちゃ響いてたな。<laughs> えー、さあ、こちらも行きましょう。ラジオネーム、行天さん。 えー、モーリーさんは「ダーリソー」って聞いたことありますか?「ダーリソー」?「そんなわけないさ」って意味合いで自分の同級生の中では頻繁に使われていますけどこれが自分たちの中だけで使われているのかそれとも沖縄では一般的に使われているのか気になっていたんですよ。そんなわけないさーっていうのを「ダーリソー」っていうわけ ちなみに、美藤中学の出身なんですが、自分より下の世代の美藤中出身の人もよく使うのを見かけます。<laughs> すいません、行天さん、僕も美藤中なんですよ。美藤中なんですけれども、あの、ダーリソーは使ってなかったですね。今、初めて聞いたね。<laughs> 時代かな さあ、そうそう、曲に行かないと。5時のオープニング、山下達郎、高気圧がある。 さあ、5時のオープニングは、山下達郎で、高気圧ガールお送りいたしました。この放送は、社会福祉法人人福祉会道塩保育園、花風三里保育園の提供でお送りします。 さあ、今日の番組のテーマは、沖縄だけでしか、あ、じゃない、これって沖縄だけっていうね、えー、そういったテーマでやっています。まあ、あの、沖縄だけなのかなって思うことをね、えー、ふと思うことを送っていただきたいなと思いますけども、もうみんなもう溢れんばかりの、この沖縄あるあるが、えー、出ているんですけど、えー、6チャンネル。もうこれ多分内地ではまずないでしょうね。 えー、基地の英語テレビ番組。テレビを設置すると勝手にチャンネル6に映ることが由来だと思われる。沖縄本島でも米軍基地周辺でしか映らない番組のため知らない人もいる。はい、はいまあ。昔ね、よくあの台風の情報を調べるときにこの6チャンネルで、えー、調べてからその台風のこの大きさをね、えー、見守るっていうのがありましたけど。あと、名前わからんとき。 何さんだった <laughs> 内地は言わないんだ、これね。あんた、えっと、何さんだっけ何さんねっていう、この何さんっていう言い方自体がもう沖縄だけなんじゃないかと。あとね、これも多分もう絶対沖縄だな。はい、出ました。<laughs> 出ましたっていう言い方。はい。えー、今日飲みに行こうって誘って、 いや、ごめん、意見は今日、はい、出ました、得意、っていうこの言い方。はい。これはもう間違いなく、内地の人は言わないでしょうね。はい。断られて、ね、えー、はい、出ました、っていうの。<laughs> 思考回路がちょっと違うかもね。うちなんちはね、多分ね。えー、あ、これもあれなのか。 うちなんちだけなのかなパンパース。まあ、おむつのこと自体をね、総評して、まあ、パンパースって言ってはいると思うし、通じもするんですけど、ただ、こう、あくまでも、その紙おむつのね、えー、メーカーってことですよね。えー、あとは、 やがてまるまるしよった。えー、やがて光るよったよ。<laughs> やがて。ね、よく言いますね、これね。で、あとね、これ本当にもう沖縄の人は言いがちなんですけど、内地から旅行にいらっしゃってて、観光客がさ、せっかくやってきてるんですけど、いつまでいるんですか、沖縄はって、行っちゃうっていう。なんかこう、これです。全然、なんていうの、悪気はないじゃないですか。 ね、いついらして、いつ帰るんですかへえ、そうですか楽しんでくださいねっていうところまでが多分ゴールなんですけども、えー、すぐ帰る話を出されるから、内地の人曰く、え、もう帰れって言ってるんですかみたいな、そういう捉え方をされがちっていう。これね、僕もよくゲストが内地からやってきてて、ミュージシャンとかね。あの、あ、昨日入ったんですよ昨日は暑いですよね。うん。 で、沖縄いつまで滞在なんですかみたいなことよく言っちゃってるんですよね。これはよくないなえー、さあいろいろ来てますね。青の軍団さん。歯磨き粉はコルゲート。<laughs> 通じるからなこれなえー、青の軍団さん。6ちゃんはチューブだけということで。いや これはもう離島も含め、離島は含まれないか。ほんと全域に通じるんじゃない通じないのかなえー、ラじゃなくてコーラいやもう、北中ぐすくにあるお好み焼き屋さんがあって、その、オレンジとか三品茶とかあってですね、200円で安かったんですよ。お、安いさ、こっちと思って。一番下の方を見たら、コーラーって書いてましたからね <laughs>。 コーラじゃなくて、コーラ。ね、お店自体ももう伸ばすっていう文化にね、もうなりつつありますからね。え野、ー、の,の中の銀のホタルさん、線抜きのことをオーブン。あ、オーブンって言うってことか。えー、こちらも来てますね。もういっぱい来てるなもうありがとうございます。えー、 さっきの行天さんのね、ダーリソーっていう言葉がありましたけど、えダーリソー、ダールソーそうだはずよから来たんかやということで、はい、友文さんからいただいております。あと、モアイも沖縄だけですよねということで、ああ、あ、このモアイっていう言い方ね。確かにね、うん。なんかこう、そういうユいまール的なことをやっつけちゃってるっていう、この、なんか習慣というか文化みたいなものは、 他の県でもやってるところも一応あるらしいんですけども、ただそれに関してね、あの、助け合いっていうことで、えー、萌えっていうのは、まあ、沖縄だけっていうことか。えー、サブロータさん。モリー、こんにちは。今日のテーマ、沖縄だけ。えー、沖縄は、あ、最近は沖縄でも少なくなってきたんだけど、運動会の時にさ、学校の校歌で踊る、校歌でダンス。 高果ダンスってことか。もう小学校卒業して30年以上経つけど、今でも母校の高果が流れたら踊れるなあと好きなこと手を繋げるかもしれないなと、ハラハラドキドキしたホークダンス。えー、ホークダンスといえば、オクラホマミキサー、マイムマイムはみんなご存知だと思いますが、内地の人は青い山脈は知らないそうですよ。びっくりだよね。チャーンチャーンチャランチャンチャンチャラチャンチャンチャン。 の青い山脈を知らない、えー。今でも完璧にホークダンス踊れるはずだけど、なんか最近は、ライディーンライディーンの曲でホークダンスも踊るらしいね。はぁ、女の子とホークダンス踊りてぇ。ラジオネーム、サブロータさんからいただきました。ぇ、えー。ライディーンってどんなやつだった あ、そうですか。この辺の選曲も内地と違うんだ。本土とね、違うんですね。えー、いや、もう青い山脈しか出てこないよね。フォークダンスイコールね。えー、さあ、こちらも行きましょうか。ラジオネーム、ハイゼットさん。警官やパトカー見ても巡査って言う。<laughs> えー、内地は巡査って言わないんだよね最近甥っ子め一個にも社内でちゃんと座らないからさあれちゃんと座らんと巡査来るよって言ってしまった小さい子が巡査って分からんはずなのにということで、はい、確かにな,なんかい言ってるねこれねふとねこの瞬間的な判断で「はい巡査」ってよく言ってたのを思い出しましたねえー、ジャビオさんからも 先ほど青の軍団さんが言っていた弁当のご飯が見えない写真ということでいただいております。ね、沖縄の弁当、もう本当にもう白いご飯が見えないぐらい、とんかつだったりとか、チキンだったりとかね、三枚肉とか、あとお魚とか、そういうものがね、こう弁当にドドンと乗ってるっていう。だこのやっぱりボリュームは内地ではないでしょうね。多分ね、うん。もう沖縄のその弁当だけで、 1 0 0 0カロリー近くあったりとかしますからね。もう、これはもう、もうこれはもう沖縄だけでしょうね、やっぱりね。うん。えー、ジャビオさん。モーリーだけケーキ食べてインチキのインチキ。あー、これさっきちょっとね、紹介しましたけど。そうらしいですね、これね。インチキ、半チキ。えー、青野軍団さん。 どっかの食堂に、ナーベーラーに、ヘチーマーって書かれていた。<laughs> あれじゃない頭の中では、ナーベーラーの綴りだったんじゃない <laughs> ナーベーラーのつもりだけど、ヘチーマって書いてる自分がいて、ヘチーマーってなったんじゃないですか <laughs> 面白いですね、これね。あとね、これはベルプラさん。 えー、運動場に野良犬が来るっていうね。<laughs> 沖縄だけじゃないかっていうことですけども。これどんなですかね内地は来ないんかなああ、もうわからんさ、これ、えー。今日の番組のテーマは、これって沖縄だけ。こちらでメッセージをお待ちしています。さあ、時間まで。藤山一郎、青い山脈。 やっぱりね。フォークダンスって言ったら、もこの青い山脈が、まあ、出てきますけれども、まあ、これも沖縄だけじゃないかということですね、えー、時刻は5時30分になります。続いては子どもたちのコーナー未来、家内の時間です。福音プレゼンツ未来家内。 さあ今日もやってきました子どもたちのコーナー未来家内の時間ですこのコーナーは社会福祉法人人福祉会道塩保育園花風美里保育園の提供でお送りいたします、えー、先週に引き続き今週も道塩保育園の元気な子どもたちの声を紹介していきたいと思います、えー、今週は道塩保育園の子どもたち、えー 週末お休みの日何しましたかということで保育士さんの呼びかけにたくさんの子どもたちが手を挙げてね答えていただきましたその様子を聞いていただきましょう,、えー、うアエスさんが来るまでもう少し待って,てねにそう土曜日日曜日楽しかったこと お話タイムにしてもいいですか。土曜日日曜日お休みの日に楽しかったお話みんなの前でできる日とアンナさん。いたアンナです。 メイクマンでユリとーと一緒に会って楽しかったですはい拍手はい手、はい、じゃあ他にお話できる人ひまわりさん 赤たひまわりです土曜日早やも返して新しい靴誰かも行ってから買いに行きましたピンクピンクの靴を買いましたはい、拍手いいね、ピンクいくつ買ってもらったんだって さあ他にお話しできる人。昨日、カニシロハイエルです。昨日、パーパーとメイグとハイエルで走りました。楽しかったです。 おおにぎりおにぎぎりり食べましたすごいねハーリー見に行ったんだってハーリー見たことある人じゃあハーリーってどんなものハーリーって何か分かる人んないハリーハーリーって何か分かる人ユリ分かるハーリーって えー、分からないの言ってあげないでハってさなんかさ海の上で船みたいなのってうかこんなしてこうものこういうものこういものですいうものこういうものこういゆりなさんいうゆりなですおものいの日いいの

お休みの日、パパとショスケとお父さんとメイちゃんって誕生日会してお寿司食べて、ナルトジャスコやった。お話わかった人。イナ先生が通訳しようね。お休みの日、お父さんとメイとお誕生日してお寿司を食べに行って。 ジャスコでナールに会ったそうですすごいね誰のお誕生日したんですかめいちゃんめいちゃん何歳になりましたか一歳めいちゃんの一歳の誕生日お寿司食べに行ったんだってよかったねありがとうございますさらさら準備できたか聞いてみようねみんなでもういいかいって聞ける や、せーのもういいよもういいよもいいよもいいよしてたねじゃああきこ先生にバトンタッチしようねいいよおはようございますおは,すおはすみんなお利口さんに座ってね もうすぐ今、ペガサスさんが登ってきたのでそろそろお話し始めたいと思います。さあということで子どもたちの可愛らしいねインタビューの様子を聞いていただきました。えーまあ、保育士さんがですねマイクをねバトンタッチいたしまして明日以降、ですね猿、えーまあ、月曜日にやったあの虫歯のお話 えーまあ、先生からのね、えー、虫歯に関してのいろんなお話とまたパネルシアターということで、えーまあ、紙芝居みたいな感じでねあの物語をこう読むっていうそういうのがあるんですけども、まあ、その中で虫歯って怖いんだよ歯磨きしないとこうなるんだよとかっていうねそういったものをこう子どもたちの目線で分かりやすくイラストでえ伝えてる様子を、えー、音で表現をしていますので明日以降に聞いていただきたいと思います。 未来課内このコーナーは社会福祉法人人福祉会道代保育園、花風三里保育園の提供でお送りしました。 さあ、生放送アジラジ火曜日の放送も残り18分となってますね。今日の番組のテーマ。これって沖縄だけというテーマですけれども。えっ、ー、と、いくつか、まあ沖縄と、この本土のね、えー、違いについてのこうコメントがいくつか来ていますけれども。えー、ジャビオさん。沖縄の牛乳は946ミリリットル。内地では1リットルで販売。あ、確かに、書かれているよね。 9 4 6トルってね。何でしょうね、これね。この後の54ちょっと何なの何なんですかね、これね。まあ、ちゃんと理由があるんでしょうけどね。うーん。あとね、これやっぱりもう沖縄に、なんだろう、もう、 もう生まれたらそういうふうに見てる光景だから当たり前だと思ってたんですけど一般の人の告別式が新聞に載ること野の中の議員の蛍さんはいえーまあ、沖縄のね、あのーまあ、地方紙っていうか、えー、タイムス新報それぞれえー、まあお亡くなりになられたね方のお名前と年齢とえー、まあどこで亡くなったんですよとでまたえー 告別式がこちらでありますよこの時間にいらっしゃってくださいねっていうね表記が毎日のその新聞に掲載されているということですよね。でこれもやっぱり内地ではないことなんだそっか言ったらね新聞をあのテレビ欄から見る人もスポーツ欄から見る人も社会面から見る人もいろんな人がいますけどまずはこちらからね、えー、見るっていう人も多いみたいですからね。 あとやっぱりこの不法とかねそういったことをあのラジオでもえ流しているところも南部の方にねえあったりとかしますねお悔やみのコーナーねあーこれはもう沖縄ならではって感じですねえとあ飲んだ後の締めはステーキとかってありますけど まあ、たまにこう県民賞とかね取り上げられてたりとかしててなんで飲んだ後にまたステーキ食べるんですかとかっていう,う話もあったりしましたけど僕自体はあんまり食べたことないです一回ぐらいしかないけどなそんなに、まあ、飲まないっていうのもあるんですけどまあ今から比べるとね20代は飲んでる方に入ってたのでその時でも全然ステーキは食べてなかったですねもう吉本弁当の そばを食べて吉本弁当の前でゆくるっていうでそば、えー、で足りなかったらおにぎり買ってタクシー拾って帰るっていうもうそういうパターンでしたからねあんまりこうステーキ食べるっていうのがあれなのかなお金持ってないのかな <laughs> <laughs> かもしらんねそば100円そばだったら買えるっていう飲み会だったかもね多分ねえー アラナガマサイガーさん。沖縄の結婚式の招待人数が200名とか300名だね。内地では芸能人くらいじゃない ?300 名超えるのは、ということで。内地の方ではね、あの、本当にもう家族、もう近親者のみっていうね。えー、なので20名とか30名とか、まあ多くてももう50名とかっていうパターンがね、ほとんどですよね。沖縄の場合ね、だからその辺でやっぱり、 いいあの人も読んだらこの人も呼ばんととかっていうそういうのがあってどん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 こう予定の人数から人数がもうなんていうの100人ボーンって上がったりとかねあんたがこんなって呼ぶんだったら私も友達いっぱい呼ぼうねってなってまた増えるからね <laughs> で増えたと思ったら来れないってってなって来れないっての報告も1週間前とかだからもう帳尻合わせるのが大変とかねだかこの辺はやっぱり沖縄のまた いい意味のルージさと悪い意味の、ね、ルージさが披露宴の時に出てくるかもしれませんね。えー、ジャビオさん、披露宴に親の友達まで招待。<laughs> お見送りの時にねあ、ありがとうございますって言って、今の誰みたいな。いや、あんたの友達でしょみたいな。いや、知らんけどみたいな。そういうことですよ、多分ね。お父の知り合いとかね、お母の友達とか。 ええー、青い山脈ということで、サブローダさんから、前に探偵ナイトスクープでやっていたけど、本土の人はフォークダンスに青い山脈、あ、青い山脈があるのがみんなわからなくて、沖縄の人はみんな踊れていた。えー、本土のフォークダンス愛好家の人の中でも踊り方がわからない人がいたなあとさ、最近、 うんこ漢字ドリルが爆発的に人気が出てるけど沖縄だけじゃない?「うんこ待ってる」とか「うんこ待りたい」っていうのは <laughs> そうですね確かにこれはもう沖縄だけですねはいえうんこ漢字ドリルって爆発的にヒットしてるんですか今あーちょっと知らんかったなえー、なるほどねもうこれ テルてるとか、待りたいとかっていうのは、これは、内な口なのかないや、そうとしか考えられんよね。あのー、まあ、正しい言葉だ、内な口だったり、ちょっとね、若者風になってたりとかするんで。これはちょっとわからないですね、これね。えー、青い山脈。えー、もうね、フォークダンスイコールも、 えーまあ、青い山脈のイメージっていうかね、BGM が流れてきますもんね、えー。ラジオネーム山里さん。雨靴。本土では長靴。と聞いたことがありますあ。雨靴のことを長靴って言うわけあと、内地では教習所。まあ、沖縄ではジレン。あ、これもね、ちょっと以前あの調べてみたんですけど、時効って言ったり。 ジレンって言ったり。ま、レンは多分沖縄だけだと思うんですけどね。内地では教習所。えー、ともぶんさん。おしぼりをコースター。初対面の人の出身地を聞いて知り合いを見つけたがる。ああこれはもうあるあるですね。確かにね。あれだからじゃない繋がってるからじゃない 内地の場合はね、やっぱりこう、あ、内地の場合はこうね、どこから来てるかわからないから、もう範囲が広すぎるけど、沖縄の場合はもうね、一つの島ですから、意外とこう知り合いを見つけ、見つけやすいというかね。二人ぐらいなんか、返したら速攻知り合いにつながりそうですけどね。おしぼりをコースターこれは沖縄だけなんですかこれ。沖縄だけか。 沖縄だけかもね。内地とかのさ、コンパのシーンとかで、おしぼりコースターにしてる人見たことないよね。<laughs> <laughs> ないな、確かに。えー、えー、さっきのね、あの、うんこドリルの、ドリルの下りで、丸っていう表現がありましたが。うち口あぐち師匠。A、丸に行くけど、いや、待っとけよ。B、 てか矢が待っとくんだもうこの辺のくだりはもう本土の人からするともうマジで意味がわからないかもしれませんね、えー、さっきのこう、まあ、ミルクのね表記1リットルって表記する内地と違って沖縄の場合946ミリリットルと表記するという話ですがアメリカの単位がそのまま定着していたはず。 えー、リットルじゃなく違う単位のやつ沖縄の牛乳でググったらわかるよ。昔調べたことがあったからさ。けど忘れてるっていう。ラジオネーム、トマブンさん。ああ。ガロンガロンではない多分そういうあの表記ってことですよね、きっとね。うん。あ、なるほど。あ、当たってるか。4分の1ガロン。ええ。そういうことか。<coughs> あとですね、ともぶんさん、ゲンチャリを BB、アラフォーのチューブ C のみ。<laughs> あの、ゲン付きバイクのことをね、ゲンチャリとも言うんですけれども、チ、え、ューブの人はそれに対して BB と言うっていうことですね。はい、これはもう間違いない。 でも40代に限らず僕らの世代から下のところでもビービーって言ってましたからね。うん。なんでビービーって言うのかなこれね。もうなんか昔聞いたことがあるんですけども、だいぶこう、使ってない言葉だからすっかり忘れちゃってますね。さあ、放送時間残り7分となってきました。アジクウタラジオ。今日の番組のテーマは、これって沖縄だけ。こちらでまだまだメッセージをお待ちしています。 これって沖縄だけというテーマでお届けしたアジクータラジオ火曜日の放送残り時間5分となりましたえまあ沖縄つながりで今日ですねプロ野球交流戦ということでえロッテ対中日戦え中日の先発内んちの又吉投手が投げるそうですねえこれまで3勝を上げているということですね防御率2.10ということで今日は えー、ロッテのピッチャー、石川と対戦と、まあ、対決っていうかね。えー、で、また、ロッテのスターティングメンバー、最近ちょっと調子がいいですね。あのー、一番バッター、サード守っています、大峰翔太内野手が、えー、今日もスターティングメンバーに名を連ねているというところでございます。で、また、内南中もう一人、えー、東山直投手、今日はヤクルト戦に先発をいたします。7勝目をかけて、えー、今日はヤクルト戦に登板ですね。 ここ最近ね、あのー、勝ってますよね、めっちゃね。えー、今6勝目開けてるんか。防御率も2.31。あのー、点数取られたとしても2点ぐらいかな。うん、まあ、あのー、だいたいこう、1失点が最近多いですけれども、なんとかね、粘りの投球というところで、えー、今日はヤクルト打線を、えー、相手に、いいピッチングできるか。これもちょっと楽しみですね。はい。 さあ、いろいろこう出てきましたけれども、今日の番組のテーマ、これって沖縄だけ。アイスクリームなんかも、アンパンマンアイスとか、あと、アメリカンクランチとか、あずきバー、こういったものも沖縄だけらしいですね。で、あとね、スーパーカップっていう、えあ、ーま、沖縄限定版があるらしいんですけど、あと、きなこ餅アイス。 これもね内地みんなで食べられていると思いましたけども意外と沖縄だけっていういろいろねあの足元見てみるとあこれって沖縄メイドイン沖縄のものってたくさんあるし内地ではなかなか知れ渡ってないものっていうのも意外とあるんだなということがね、えー、分かりましたね、えー、今日たくさんねメール来ましたねツイキャスのコメントもありがとうございました、えー、エンディングはですねやっぱりこの曲を聴いてお別れにしましょうかね あの沖縄ならではのフレーズが歌詞のいろんなところに散りばめられておりますエンディングの曲は「動物の歌2010バージョン」でお別れとなりますえー、最後までメール来てますねラジオネームハイゼットさん「ゲチャリのことラッタッタラッタッタ」ッタッタっても自分の父ちゃん母ちゃん言いますよ「<laughs> ゲチャリのことラッタッタ」 あ,あ、これ聞いたことありやすさ。なんでラッタッタって言うんかな。えー、アイスケーキ。この言い方もじゃないこの、あ、今日もお疲れ様でした。ということで、最後は友文さんからいただきました。はい、ありがとうございました。さあ、この後も引き続き FM コザ生放送ありますからね。この後もダイヤルは761でお楽しみください。ここまでは、社会福祉法人人福祉会、道ち保育園。 花風三里保育園の提供でお送りいたしました。ここまでのお相手は DJ モーリーでした。それでは皆さん、また明日の4時にお会いしましょう。